おお、これね、似たような考え方の方いらっしゃいますよ。長く休むよりかは刻んで休みたいっていう方もね、結構いらっしゃいますからね。そんな方のご意見ちょっとこの後聞いてみましょう。はい、ということで、はい、皆さんからいただいた、ご意見もご紹介させていただきました。そう、よくご存知で、ここからは最新の気象情報をお届けしていきたいと思います。この振りで合ってんのかな、わかんないわかんないけども、山口さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。山口さんもあれですよね、休みは長くなくていい派なんですよね。そうです、あの、まあ、正確に言うなら、長い方が嫌なタイプです。付き合いいただきありがとうございました。皆さん、この後も素敵なお時間をお過ごしください。それでは。